課金は中国、ハルビン市出身のフィギュアスケート選手。2014年、ソチオリンピック中国代表。中国、ハルビン市出身。2007年、中華人民共和国第11回全国冬季運動会で2位となる。2008年より ISU ジュニアグランプリに参戦。2009年、JGPSBC 杯で3位入賞し、 国際スケート連盟主催の公式競技会で初の表彰台に上がる。2011から2012シーズン中国杯に出場し4位となる。4大陸選手権では5位入賞。初出場の世界選手権では中国女子選手としては1996年の震度以来16年ぶりのトップ10入りを果たし、中国の女子シングル出場枠を17年ぶりに増やした。 2013から2014シーズンのソチオリンピック出場以降大会に姿を見せず、翌シーズンのグランプリシリーズの出場も辞退した。2014年11月に、振動美白で、張本人が8ヶ月間の休養を経て、練習を再開する、胸の内容を投稿した。中国の女子シングルの中では屈指の身体能力を持ち、 特に、トージャンプは高いだけでなく完全に踏み切ってから回転を始めるのが特徴。3回転アクセルを除く5種類の3回転ジャンプを飛ぶことができる。フリップジャンプにエッジエラーがつくことがある。スピンも柔軟性や回転ともに質が高い。このように、技術点では高い得点を得られるが、一方で演技構成点は常に技術点との剥離が大きい。 特に技の技のつなぎや表現力はバリにとって最大の課題である。ありがとうございます。